今日ね、ええ、会場っていうか、ここだ、会場じゃないや、スタジオに来るときに、ええ、日本放送の。僕はいつも下で誰かに迎えてもらって、ああそうですね、車降りたとこを迎え、車降りて入り口で、必ず玄関で富山ディレクターか、はい、ABEX の誰かがですね、ええ、出迎えにしてくれるんですよ。今日何スタですかね。じゃないと僕、分からないんですよ、はい、車降りた方がどこ行けばいいか、そうですね、方向音痴でもありますから。はい、ただ誰もいないんですよ、ね、でそこにすすだれのように、ね、中年ですか、おばさま方たくさんいらっしゃって、はい、時々いらっしゃるんですけどね、はい、今日もすごいんですよ、ね、でよく車の中から見てみると、ね、年齢的に僕の客席にほぼ近いんですよ。田頃さんのファンかなと。あ、僕はな、僕の入り待ち、入り待ちして、こんなに大勢いることは初めは聞いて、なんで知ってんだろう、有名になったもんだな俺もなんて思いながら、降りたら、はい、あ、拓郎さんだなんていう声を後ろにしながら、はい、それも、あ、拓郎さんだっていうことは俺じゃないなと。目当てが。あ、拓郎さん、偶然な感じですよね。そうですよ、おかちでしょ。おかち。確かにおかちですけど、拓郎さん。あ、拓郎さんだ。おかち。おかしいだろ。おかしいですよね。これじゃあ。おかしいです。もし僕を待ってるんだったら、うん、キャーとか、ですね、拓郎拓郎、うん、そう、拓郎。おばさんが拓郎さん、拓郎さん、来た、いらっしゃい、はい、頑張ってくださいとか言うじゃん、はい、あ、拓郎さんだっていうのはおかしいわけよ。そうですね、意外ですもんね。おかしいの、俺じゃないんだなっていう、その、うん、そういう声を後ろに聞きながら、スーッと入ってきたら、はい、中井くんがいたんですよ。スマップ中井くんが。トイレから出てきたところで、はい、手を洗ったまんま、はい、手を拭いてないんですよ、中井さん。はい、てかびしょ濡れなんだ、ええ、で俺握手しようと思ったら、ええ、汚ねえなこれと思ったんでやめといて汚ねえなこれ、ええ、一応洗った後ですわ。洗った後って手がびしょびしょだった、はい、拭いてはいないから、うん、だから車に乗るタイミングを今測ってたわけ、はい、その中井君を待ってるんだ。出待ちですか。出待ち。僕もなんかね、そのな並んでいたその方々を見て入るときに、うん、ああ公開録音かなと思ったんです。何かのね、落語かなんか。あ、落語の公開録音。年齢層やっぱ高い。高い、そうそう。柳家権太郎さんかなんかの。あ、そういう方がやる落語。日本放送落語演芸会みたいなのの、に入るのに並んでる人。まさか中井くんを待ってる人どう思う。思わなかった。うん。拓郎さんから聞いて、ええ、あ、中井くんだったんだと思って。中井くんでしたね。だけど拓郎さんはそのまんま日本放送入れずに、ちょっと。で、エレベーターの誰も迎えがいないんで。いないんで、あ、拓郎さんだっていう声を後ろに、ええ、バックに引きずりながら、エレベーターホールまで中井くんとも握手しないで、中井くんからは、拓郎さんどこか買い物行くんですかって言われて。買い物じゃねえよ。買い物に日本放送来ないでしょ。買い物ですかとか言われて、違うよとか言われて。